なんといっても今から47年も前の話ですから、当時まだ日本にインテリアだとか、もちろんライフスタイルなんて言葉は全くなかったわけですよね。本当に今から考えたら夢のような話なんですけども、イタリアの通りを歩いている時にですね、夕日がこう照らされている家具屋さんが一軒パッとこう目に留まったんですね。そこにちょうどそのアルフレックスっていうロゴが非常に鮮やかに見えていてですね、もうその瞬間にもうこれだな、まあ、その後イタリアのアルフレックスへ行って修行するわけですけれども、そのソファーを作る技術だとか家具について教えてくれたことよりも、何よりもですね、生活の基盤というものを一番大切にして、それから家族の絆があって、その結果生まれてくるその人生の豊かさ、これがもう何よりも優先するっていうことを目の当たりに見ましてね、その結果一番身近に家の中で使われる道具、基盤を作り絆を作り豊かさを作る道具は家具ではないかと、これに自分の一生を捧げる。日本がこれから世界に進出していく中で、日本人の生活そのものをもっと変えていこう。もともと1951年にイタリアで生まれたメーカーなんですけれども、69年に日本に設立されてからは、できるだけ日本のお客様に合った製品というのを作ってまいりましたので、メイドインジャパン、設立当初から、まあ、日本でデザインを起こして日本で製造していくと、イタリア生まれ日本育ちと、まあ、職人が、まあ、一つ一つ非常に手作りの多いものづくりをしています。家具は道具で、あくまでも人が主役なんだと。ですからアルフレックスではお客様に寄り添うような温かみのあるライフスタイルを常にご提案しています。シンプルで快適で長持ちというのが、まあ、大事なコンセプトになっておりまして、お客様に購入いただいてからお付き合いが始まっていく。ですから購入いただいた後のメンテナンスまで考えて製品開発を行っております。20年、30年、家族の一員のような存在になってほしいなと思っております。これからも創業者の熱い思いを強く受け継ぎながらですね、時代時代の変化に対応しながら一歩先行く豊かな生活を提案して、人々が幸せになっていく、そんなことに貢献できればというふうに思ってます。